えー、さん海外で留学中に差別などを受けたことがありますかほぼないんですけどあの白人の女の子がレジの時に小銭渡したら嫌な顔されたってなりますけどまああれが差別なのかあの単に僕が汚い格好をして汚いこ子なんかあんちゃんから現金もらうのが嫌だったのかわからないですけどまあそれが差別なのかな,なんか差別なのか本人が嫌われているのかのその僕日本でもよくあの嫌われる側だったのでその汚い格好してるので。 ななのでなんか日本だったらその単に自分が嫌われてるなと思えるんですけど外国でそれがあった時に僕が嫌われてるのかアジア人差別なのか分かんないんですよだから差別されたっていう人ってひょっとしてその自分が嫌われてるということを認められない人もいるのかなーっていう気がするんですよねどんな格好つって別にあの僕基本的に短パンでそのボロボロの T シャツ着てるのが普通だったのでなのではいあの日ねこう顎に砂鉄とかついてるしねはい、えー